人風格は、鳥取県鳥取市にある西洋館。中国地方屈指の明治洋風建築として名高く、国の重要文化財に指定されている。1906年、鳥取城の扇御殿跡に、片山東熊の設計、橋本平蔵の監督によって寄港し、翌1907年に竣工した。建築費は、当時の金額で43,335円。 木造2階建て白亜塗りのフレンチルネッサンス様式で、1.2階ともに、ベランダが設けられており、ガラス張りの2階バルコニーからは、指定名称である、地線回遊式日本庭園の宝高市院庭園を、一望できる。立ち正面右の螺旋階段は支柱を用いない、欅の厚板で支えられた、独特の構造をしており、外にあるのは、これの角戦闘である。 旧鳥取藩主地、田中広公爵の別邸という名目であったが、当初より皇族の宿泊を意図して、設計、建築されたとされる。完成同年に行われた皇太子、義人親王の参院行刑事のご宿所として利用され、八刀はこれに随行した元水海軍大将、東郷平八郎が命名したもので、同人の筆による額が現存する。明治以降は、 鳥取市の所有となり、迎賓館や公開堂として利用された。1943年の鳥取地震で損傷し、この際の修復でスレート屋根が瓦吹きに変えられた。1949年から鳥取県立科学博物館として、1972年に現在の鳥取県立博物館が完成するまで利用された。 1973年国の重要文化財に指定された際に3年をかけて修復が行われている。現在は公益財団法人鳥取市文化財団の下で管理され、館内には鳥取藩と池田家に関する資料などが常設展示され、及び他の文化人の所蔵資料が特別展として時折展示される。ありがとうございます。